10秒前です。はい、ヒップス、はい、ヒップスチャンネルの時間です。美とリラックスの隠れ家、美容師と太鼓式マッサージ、美容送信マッサージが一つになった隠れ家的サロン、ヒップス。普段の喧騒をちょっと離れて、心地よい空間とひとときを皆様にお楽しみいただければ幸いです。電話番号は 098-897-3995 です。ギノアン HIPS で検索してみてください。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginoan.com、 また FM ギノアンではユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノアンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。またサイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリ FMT で聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノアンホームページに再生ボタンがあります。完全全編集同時放送をお楽しみいただけます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、あのねまちゃん、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は何の話しようかなと思って、はい、昨日おとついぐらいの私カラーしてきたので、はい、ちょっとカラーのお話しようかなと思っています。ちょっとアッシュ系に染めてみましたけど、うんうん、そうですね。わかりますかね。ちょっとね、私白髪も結構あってですね、うんうん、もうだけどなんかおしゃれ染めでアッシュで染めています。そうですよ、目立たない感じに綺麗に染まってますもんね。そうですね、あんまり綺麗に白髪が染まってるっていうわけではないんですけど、うんうん、なんかわからない感じになってますよね、うんうん、はい。からこんな感じで、まあ、いろんな色を楽しんでるんですけども、まあ、お客様も私の髪を見てあんたみたいにしたいとかいうのも結構多くて、なんか割とうち のお店では材料屋さんも、なんでフィップスさんこんなに明るい色ばっかり出てるんですかとか言われるぐらい、なんか年配の方から若い方もなんか明るい色も多くてですね、本当になんかいろんな色が出ています。今ね、またアッシュもちょっと前まではアッシュってあんまり出なかったんですよ。なんか上からちょっと酸性カラーとかマニキュアでアッシュをちょっと補修するって感じでやってたんですけど、はいはい、今はもう一本で割としっかりこんな感じでアッシュ系に出てるので、なんか面白いので、なかなかいいと思いますよ。また今までアッシュできなかったと思う方でも、ちょっと美容室に言ってみたら、どんどん新しい薬も出てるので、今までできなかった色でも挑戦できると思います。割といろんな色でできるってこと。そうですね、いろんな色が、まあ、増えてきているので大丈夫だと思いますね。でなんかさっきねまちゃんのお母さんの話をしたんですけどそうですね、なんかヘナで染めてるって言って、はいはい、ヘナもすごい人気があって、最近はなんか自然派の方、まあ、どっちかですね。なんかこんなして私みたいにすごい明るい色とか、なんか色にこだわっていろんな色で楽しみたいっていう方か、もう自然派でもうヘナで体にいいもので染めたいっていう方と両極端にこう分かれていってる感じなんですよ、はい。でもヘナもなんかこれ植物なので、やっぱりなんていうのかな、すごいかぶれる方はものすごいかぶれるので、必ずやっぱりパッチテストとかやった方がいいと思います。かぶれる人は普通 のアルカリカラーよりもっとひどくかぶれるんですよ。 あれよりもひどくなるってこと。アルカリカラーでかぶれる人よりもヘナでかぶれる人の方がもうひどいことになるんです。でもう病院に行ってもまあしばら、まあ、いろいろお薬もらえると思うんですけども、うん、そんなにすぐには治らない感じなんですよ。すごいなんか天然素材とか言ってるから、すごいなんか安心できるものかなと思ってたんですけど、やっぱりすごいかぶれとか、やっぱ人によってすごい差があるんですね。そうですね、安心できるものではあると思うんですけど、うん、やっぱり植物ってすごい強いものもあってですね、うん、人によってはこれ漆かなんですよね、はいはい、漆かぶれ、漆ってほらなんか
なんかあの色がつくじゃないですか、はい、あれ の、ね、あの 漆化のヘナなんですよね。だからあの漆かぶれみたいに相当ひどくあのなる人はなるんですよね。でまた体調にもよって、あの今まで全然かぶれなかったのにある日突然かぶれるようになったり、うん、これカラーでも一緒なんですけど、ある日突然体調によってかぶれ出したり、そういうことがよくあります。やっぱじゃあ体調がいい時にっていうのがまず一番の、ね、本当は、うん、あの毎回パッチテストした方がいいんですけど、なかなかね、うん、あの次の日までこれあの前の日に美容室来てやってまた次の日に染めるっていうのがなかなかできないんですよ。そうですね、もうやっぱりね、あのどっか行かないといけないとか、うん、カラーなんか特に、うん、あの白髪なんかだったら特にもうなんていうのこれなんていうのどっか行くからこうこの日に染めたいっていうのがあるじゃないですかね。だからあの すぐに染めたいっていうのがあって、パッチテストっていうのがなかなかしづらい感じなんですよね、うんうん、でもなんか頭にちょっと入れといた方がいいと思います。やっぱりあのただただあの自然派だから大丈夫っていうわけじゃなくって、やっぱりそういうかぶれる場合もあるっていうことが、うん、あのちょっと頭に入れてやっていただきたいなと思いますね、うん、最近よく目にしますもんね、ヘナってお店とかの看板とかにも、はい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 、かぶれさえしなければあの髪の毛も傷まないし、うん、あのいいと思います。でも色がねちょっとあのなんていうのかな、その人その人によって出方が結構差があるんですよ。だから あんまりカラーチャートとか見せてこんな色になりますって言いづらいって感じで、じゃあ本当にもう自分がこの色にしたいって言うんだったらヘナじゃなくて普通のカラーリングの方がいいですね。色はちょっと あんまり私見せないようにしたいかなっていうぐらいちょっとその色になかなかならないんですよね、うん、そうですもんね。うちの母もなんか茶色に染めるって最初言ってたんですけど、はい、なんかだんだんちょっと赤みが増してちょっと赤っぽい色、ね、オレンジっていうんですかね、オレンジ色になるんですよね、はい、ヘナって結構オレンジ色になりやすくて、でも今いろんなヘナが出て、自然うちのお店のものは結構自然な色が出るんですけども、はい、ちょっとやっぱり高い感じかなと思って、ほらお店で買うものって結構ね、はい、安かったりもするみたいなんですけど、うんうん、まあうちのお店でまあでも普通かな、カラーリングやったら6000円いただいてるんですよ、はい、でまあ、ヘナってもう1時間以上置くの で、 そ、 うです、ね、もうそのまま変えられる方もいらっしゃるので、うん、もうつけてそのまま変えられる方にはもう5000円いただいてるんですよ。もうなんかすごくお店では安く売ってるのにとか言われる時もあるんだけどでも本当にお店美容室に仕入れる時は結構高くて、そうなんですか、うん、なんかもうオレンジに出したくないのでちょっといい色を選択して、うん、それでもやってるんですけど、それでもやっぱり色がそのままなかなかいい色が出ないっていうか、いい色っていうかご希望の、ああそうですね、色がなかなかできにくいものなんですよね。まあでもパサパサにもならないし、いいと思います。あ、パサパサになるかな、物によってはパサパサなる。でもなんか母すごい、はい、私もなんですけど癖っ気だったんですよ、はい、でもなんかヘナしてだいぶなんかストレート当てたみたいにまっすぐになったんですよ。そうですよ、ヘナは癖毛は取ってきますね不思議なことに。そうなんです、私よりもひどい癖っ気で、はい、本当にパーマ当てたのかってぐらいすごいクルクルしてたんですけど、わ、はいはい、かります、ヘナやり始めてすっごいまっすぐになりました。はい、そうですよね、一回ではまあならないかもしれないけど、はい、何回かやってる間にね、はい、まっすぐになってくるんですよ、うんうん、まあ、それがよくてやられる方もやっぱりいらっしゃいますね。まあそれに近いもので、まあ、いろんな似たような感じのものも今結構出ていて、はい、まあそれだったらちょっと短は短く染まるかなと思うんですけど、でもやっぱり 100% にこだわってる方もたくさんいて、あ、うん、それ 100% だと結構、まあ、自然放置だと1時間半とか置くんですよね、うんうん、結構じゃあ時間も置くんですね。そうそうそう、だから美容室からそのまま帰る人もいっぱいいるんですけどあ、でもそうです、まあ、母なんかの上にラップ巻いてなんか帽子かぶって帰ってきます、はい、あ、本当ですか、はい、いいと思います。もう時間ね、そこにずっといるのもね、うん、結構きついじゃないですか。
だからまあ自分で現れるんだったらそれでもいいんじゃないかなと思って思いますね、うんうん、なんか、まあ、いろんなカラーがあるので今本当にいろんな種類があってあんまり染みないのもいっぱいあるのでなんかいろいろ試してみてもいいかなと思いますよそうですね、はい、でもまっすぐになったらね嬉しいですよね、うん、そうです喜んでましたそうですよね。じゃあねまちゃんもちょっとまっすぐにヘナやるかちょっとくるくるしてるんででもヘナはちょっと弱点っていうか、うん、弱点はこうヘナで何回も染めてたらなかなかこの普通の色で戻しにくい元の髪の色っていうことですか元の髪の色っていうか他の色を入れようと思ったら、うん、なかなかならないですあそうなんですか、はい、これがちょっとこんなロングの方なんかだったらこう染まってる部分が多いじゃないですかだから、はいはい、これをちょっとやっぱり変なやめたって違う色にしようと思ったらなかなかならないですあはい、する前にする前にちょっと考えてやった方がいいと思いますはい、はい、今日ここで1曲お願いいたしますはい今日ワンポイント何しようかなポイント何がいいかな何が気になりますでも私髪はすごい抜けるんですよなんか抜けるシャンプーとかしてたらすごいこういっぱい長いからじゃないですか長いからなんですか長いからなんかドライヤーとかした後もこの洗面台にいっぱい髪の毛が出てるんで長さの問題です長さの問題ですねじゃあヘッドスパの自分でヘッドスパする自分でちょっと頭のマッサージするんであればどこやった方がいいですよってやりますすごくこのずっと黒髪だったんでそれがすごい嫌で、うん、すごく染めたかったんですでもなんか周りになんか真っ黒だからもったいないっていうのをすごく言われてそういうのはすごいもう変なんで真っすぐにしとく真っ黒で怖いねなんかでもどうかな量も多いからどうなんだろうねあと13分そうです13分で曲があと1分その後に CM に行ってそうですあと半分ぐらいですね、うん、抜け毛この間も抜け毛の話してたじゃないでしたっけじゃあ何があるかなヘッドスパの自分のやり方ワンポイントしようかな、はい、で、あとは今うちの旦那さんがここからチラシを私が持って行ったので、はい、中国語を一生懸命習いに行ってるんですよあそうなんですか、うん、宜野湾市のなんかそれの話しましょうかありますねあそこにいっぱいなんか講座のやつですか講座のなんかすごいですね。中国語じゃあお勉強されてるんですか？中国語を勉強されてるんですか？うちの旦那さん
すごい。私じゃなくて。はい、ヒップスチャンネルです。この後はですね、うちのお家の話をちょっとしようかなと、はい、お家の中でね、今ねすごいなんか中国語のなんかラジオだったりなんかいろんなまあもう音がいっぱい中国語で流れているんですよ。はい、実はですね、私がですね、このラジオ FM ギノワンのラジオ局のところにチラシがいっぱい置かれていて、ありますね。はい、この中で、ね、はい、なんかギノワン市がやっていて、うんうん、なんか就職支援なのかな。それで、はいはい、なんかスペースチャイナっていう新都心にあるなんか中国語の学校で、なんか週3回1日3時間のなんか勉強があります、ね、はい、あってそれをなんか行ってるんですよ今、はい、でなんか行っていてもなんか8ヶ月のコースなんですけども、5ヶ月目ぐらいに中堅3級を取るっていうものみたいで、はい、結構頑張ってますよ。中国語がなんか鳴り響いてますお家の中で。結構通われてどれぐらい今経つんですか？まだ1ヶ月ぐらいなんですけど、7月最初から行ってますね、うん、なんか面白いみたいですよ。いろんな話も聞けてね、中国ので、私もなんかその話を聞いていていいないいなと思って、なんか中国とか台湾にちょっとまた旅行に行きたいなって今うずうずしてなんかいろんなの見てるんですけどね、一生懸命格安航空チケットを見ていたり。でもいいですね、旦那さんが喋れるようになったら通訳さんとして。そうですね、でも今は彼はもうちょっとこの学校があるので行けないので、うん、私はお友達と行きたいなと思って、ね、ちょっと企んでいてですね、いろいろもう毎日これをなんかネットで見ていつ行こうかないつ行こうかなと思って楽しみにしてるんですよ。でも台湾ですと沖縄からだとすごい近いので行きやすいですもんね。めっちゃ近くて安くて、はい、もういっぱいあるんですよ。だからいいかなと思って、でも案外ツアーの方が安いかもと思って、なんか航空運賃は安くでいっぱいあるんですけど、うん、なんか結構ホテルが、はいはい、台湾に日本と同じぐらいの物価そんなに変わらないかな私は思うんですけど、でも私も一度行ったことあるんですけど、うん、食べ物とかはすごい安かったです。そうそう、食べ物すごい安いんで、はい、ホテルは案外高いかなと思って、ね、だからちょっとどうしようかなと思っていろいろちょっと今検索中なんですよ。もう毎日これが楽しくていいですね。はい、でも中国語が鳴り響いてるんですけど、私も頭にちょっとぐらい残ってないかなと思ってちょっと期待もいっぱいしてるんですけども、本当に中国の台湾のシャンプー受けたことあります？いや、ないです。モコモコモコって座ったままモコモコモコって泡をいっぱい立てて、はい、座ったまま洗ってくれるっていうやつ。そんなのがあるんですか？はいはい、ネマちゃんみたいにこんなロングでも上に全部も持ち上げてモコ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 させてるんですよ。結構いい気持ちですよ。ちょっとやってみたいです、はい、なんか私はどっかアジアとかもうどこでもなんか旅したら美容室に入っていくのが趣味で、はい、なんか結構入っていくんですけど、なんか面白いですよ。ちょっと今度台湾に行く機会があったら行ってみます。はい、はい、面白いです。シートファーって言ったらやってくれると思いますね、うん、シートファー。はい、トーファーって言ったら紙みたいなんですよ。あ、はい、だから洗う紙って言ったらなんかやってくれるみたいで、うんうん、楽しいです。結構面白くて、エステなんかもよく行くんですよ、はい、エステなんかもまあまあいろいろ漢方使ってくれたりね、うん、楽しいですよ。綺麗になって帰ってきたらいいんじゃないかなと思いますよ。やっぱ国によって全然違いますか？
どうかな、割とあの丁寧だと思いますよ、うん、あの私はアジアはあのアジアがいいなと思うのは、割とマッサージ系が充実しているので、疲れたらそういうところに入るっていうのが楽しいかなと思ってます。でもいいですよね、こう、はい、癒しの旅行に行ってそうですね、疲れたらそういうところに行くのがいいかなと思ってますね。なんかもうあそこやっぱり私あのアジア最初は台湾でこのなんかヘッドスパっていうのもちょっと興味を持ったのが台湾だったんじゃないかなって今考えたら思います。それからなんかあのタイにも行って、うん、なんかあの今度シロダーダも勉強していって、なんかこんな風にした方がいいんじゃないかなって言ってもちょっとミックスさせて、日本のものとミックスさせてマッサージ系をちょっとやってるかなって感じなんですよ、うん、自分では。だからあの結構ためにもなるし面白いんですよね、うん、大好きであのやっていますね。でも今日あのもうそろそろ時間もあんまりないのかなそうでもあと5分ぐらい、あと5分ぐらいじゃああのワンポイントいきますか。はい、はい、ヒップスのワンポイントビューティーレッスン。はい、今日はですねあのワンポイントはあの自分でヘッドスパっていうかどこをしたらいいかなっていうのをちょっと言おうかなと思って、知りたいですちょっとまあシャンプーの時でもいいし、はい、あの少し今トニックみたいなものとかシュってなんかあのなんていうのかな、炭酸水みたいなねそういうのもあのいっぱい売ってるのでそういうの使ってもいいし、はい、そういうのでちょっと やるのが抑えてほしいところがあってですね、はい、こう頭の、ま、本当に 中央真ん中のてっぺんのちょっとなんていうのかな、へっこんでるところがあるんですよ、はい、そこを、はい、これは全身のツボでしてね、これをなんかあの押したらこう全身こうなんかゆったりするっていうの、ここは全身のツボなんですよ。ここを最初に押していただいて、であの自分で一番あのやりやすいかなと思うのは耳の周りですね。耳の周りっていうのはあの自律神経がいっぱいありましてですね、はい、自律神経のツボなんですよ。これはあんまり強くやりすぎたら良くないとかいろいろあるんですけども、うん、でも自分でやる分にはそんなに、いつも言ってるんですけど、そんなにね、極端に強くはやらないと、ね、加減ができると思うので、うん、耳の周りをちょっとあの軽く、まあ、ゴシゴシでもいいし、はい、あのやっていただいたらちょっと安心するっていうか、うん、あの自律神経がちょっと収まる感じなんですよね。であの私なんかもちょっと血圧高めなんですけど、血圧のツボがですね、あのなんていうのかな、鼻からずっと上にあの頭の方に上がっていた前の方、はい、前の方をちょっとあの抑えていただいたら、これはあの血圧なんですよね、はい、だからここあのちょっと血圧が高い人とかは、うんうん、あのここをちょっと抑えていただいたら、あの結構あの血圧が下がったりするので、頭ってやっぱり顔も全部皮膚って一緒なのでつながっているので、結構頭を、まあ、あの必ずそこじゃなくてもちょっとマッサージしていったら、あの体がちょっと楽になったりすると思うので、あの頭って結構あのうつぼがいっぱいあって、そうですね、今聞いただけでもいろんなところがありますもんね、はいはい、まあ、目とかね疲れてるところもあると思うので、うん、あのやっていただいたらいいかなと思いますね。もうやっぱり夏場はちょっと疲れやすいし、うん、なんかぼーっとして眠たいのもいっぱいあるしそうですね、うん、なんか今あの、ね、スマホなんかねあのいっぱい使われてると思うので、ちょっと目とかも疲れてるかなと思う方もいっぱいいると思うので、うん、あのシャンプーの時でもいいですし、シャンプーじゃなくてもこのトニックとかそういうので、うん、まあ、トニックつけなくてもそのままでもいいんですけど、はい、まあ、つけたらより清涼感があっていいかなみたいな、やっぱりじゃあシャンプーする時とかが一番いい、ね、そうですね、あのやったらいいんじゃないですかね。まああの自分でやったらあんまりいい気持ちじゃないという人は、なんか誰かお友達とか家族にやってもらうとかね、はい、あのやったらいいんじゃないかなと思いますよ。そしたらあの血行も良くなりますし、うん、あのいいと思います。であのこの耳の後ろはい、とかもあの結構あの
いろんな肩こりだったりもするので、うんうん、いいかなと思いますね。あんまり言い過ぎたらね、ちょっとどうしたらいいのみたいな感じだからまあ今日言いたいのは真ん中、ね、頭の中心、はい、真ん中とあの耳の周り、はい、をなんかあの柔らかくでもいいし、なんかもうその人にちょっと強めが好きな人だったら強めでもいいし、自分の力加減でゴリゴリコリコリってあのマッサージしていただいたら疲れも取れますし、あのこの夏また乗り切れるんじゃないかなと思ってそうですね、はい、もうなんかやる気がなくなるのね、はい、暑いとね、なんかあのスカッとなんか清涼感あるのをつけてやっていただきたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。ヒップスチャンネルでした。また来週もよろしくお願いいたします。